はい、私ですね、ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンのプロデューサーをしておりますバンダイナムコエンターテインメントのニーノと申します。よろしくお願いします。さあですね、今回ですね、国内版、発売となっておりますけれども、海外のバージョンの方もですね、ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンお届けしたいなということで、海外での発売が決定いたしました。はい、ということでですね、皆様楽しみに待っていただければと思っているんですけども、まずですね、こちらジョジョの奇妙な冒険というですね、荒木裕彦先生、日本で、大人気の荒木裕彦先生が書いているコミック、そして、テレビアニメを原作としたゲームとなっております。こちらね、作品のことをご存じない方もいらっしゃると思うので、ちょっと私がですね、その辺をフォローしながら、このゲームの魅力についてお知らせしていきたいなというふうに思っております。はい、ということですね、ジョジョの奇妙な冒険ですけども、1987年に週刊少年ジャンプの方で連載が始まりまして、現在はウルトラジャンプの方で、未だにね、連載が続いているという、長寿、長いね、作品シリーズになっておりますけれども、30年近くこのジョジョの奇妙な冒険、歴史がありまして、第1部から始まって、今第8部をね、連載中というふうになっておりますけれども、こちらで各部にジョジョと呼ばれるね、主人公が、おりまして、この何でしょう、第1部に登場したジョナサン・ジョースターとですね、ディオ、この2人のね、因縁というのがですね、この各部で、面々とこう受け継がれていくというような、お話になっています。そうですね、昨今アニメ化されてまして、今だとですね第3部までがアニメ化されていて、ウェブの方でインターネットの方で皆さんローカライズされたものをご覧になってるんじゃないかなと思うんですけども、ここ日本ではですね、第4部のねアニメ化が発表されまして、こちらもですね私も楽しみにしているなというところで、これからねどんどんそのコミックであるとかアニメであるとかローカライズされたものがどんどん皆様のお手元に届いていくと思いますので、こちらの徐々に今日の冒険、これからね盛り上がっていくタイトルとしてぜひ注目していただければと思っております。さあ、ということでね、このプレイステーション4ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブン、どんなゲームかちょっとご説明したいと思うんですけども、フリーランが可能な立体的なフィールドで、ジョジョのさまざまな能力を使って戦うスタイリッシュタッグジョジョアクションとなっております。ジョジョの奇妙な冒険というとですね、スタンド、波紋、吸血、騎乗、回転などですね、さまざまなバトルスタイルが登場するんですけども、それらの、バトルスタイル能力というのですね、このスタイリッシュタッグジョジョアクションというゲームシステムの中で楽しむことができるようになっています。2対2で戦うゲームですね。はい、そしてですね、この第1部から第8部までのキャラクターがですね登場して、夢のタッグバトルを繰り広げるというような内容になってます。さあ、そしてこのバトルの部分のね魅力はもちろんのこと、今回ですね、荒木裕彦先生が監修をしたオリジナルのストーリーモードというのが、入っております。こちらね、どんなお話になっているのか、皆さん楽しみだと思うんですけども、ぜひぜひですねこちらのタイトル、注目していただきたいと思っております。現在ですね、2016年の夏に、はい、こちら皆様にお届けできることになっておりますので、ぜひぜひお待ちいただければと思っております。注目して見ていただきたいなというふうに思っておりますということですね、お時間が来たようですので、これまでということで、アリーベデルチ。